どうも、今回は傷をまとう追跡者の特急を、リーダー浴衣高槻戦にサブオール、でフレンドが終焉のフクロウで、やっていきたいと思います。浴衣高槻サンドでやろうと思ったんですけど、フレンドにいないっていうまさかだったね。いいか、一人もいねえじゃんみたいな。人気なくなっちゃったのかな、強いと思うんだけどな。さあやっていきましょう。まあ最終フロアですね。やっぱり肝になってくるのは最終フロアをどう乗り切るか。まあエイトがいるからそこら辺の雑魚敵とかはなんとか処理できそうなんですけど、どうしよう、入れないかな。入れた、雑魚的な処理はできそうなんですけど、最後の木島がな、木島をオールのスキルで倒したいんですよ。確かあったと思う。 1000% かなんか、だいぶ割合高いダメージの、何やってないっす割合高いダメージの範囲攻撃があったと思う。確かね。これあれか、フリ属性なのか。こっち吹っ飛べ、飛べって。オールが吹っ飛んだのか、今木島が吹っ飛んだのかと思いきや、めっちゃ効くじゃん。まあ相手が有利属性だから、まあそれは効くちゃ効くか。まあ考えなきゃいけないっていうね、動きを。ひなみだと適当にスキルブッパーやってればいいんですけどね、今回はそういうわけにはいかない。ちょっと、あ、死んだか。ひなみ飽きてくるんですよね、やっぱやっててこういうイベントを1個って。特急をずっと回ってるとオートで回せないし、今回だから、まあ、こうやってパーティーを変えつつね、たまにはオール一番好きだし使おうかと思って。うわー、これ邪魔めっちゃ邪魔なんやが、これいけるか。うわ最悪出てきた。あー、オールの位置も微妙だしな、これいかねえかな。オッケーオッケー、まあオッケー、これで壁役してくれたら万々歳なんだけど、そううまくはいかないよね。3匹は死んだとして、あと1匹いけ。よーし、さすがオールさんですね。ただ終焉エイトが結構ピンチ。確かあいつのスキルって撃ったら HP アップするんだったっけな。ああ、やっぱりするね。自身へのバフ。さあ、どう吹っ飛ばそうかな。まあ、3匹に当たる、ここで。ちょ、モニターにかけてるヘッドホンが邪魔で HP が見えない。あ、こっち見ればいいのか。モニター見ながらやってるんだよね。さあ、どうしよっかな。高槻のスキルを使っといて、オールのスキルを進めたいんだけども、多分雑魚敵を倒すのは高槻の方が有能だと考えて、スイードバッシュファック、やばい、死ぬかも。あ、こいつ体力アップした時って攻撃しないのか。行動はしない。まだまだ回ってこないな。多分2回バフかけてれば死ぬよね、雑魚敵ぐらいだったら。壁役できねえかな、あいつらに。まあいいやいいや、木島を放っておこう。もいいよ、この水道橋に壁役近づけるかな。っていうかもうこれで倒せそう。オールじゃなくてなんかフクロウで木島倒せそう感あるんだけど、だいぶ。あ、全然甘かったわ。世界はそこまで甘くなかった。まあいいよ、お前はそこでじっとしてろ。
800ダメージ。ちょっとこれは使わないでいこうかな。さすがにオールを使うっていうコンセプトで来てるからさ、なんか全然活躍してないんだよ。木島あとこれ一発入れて回復してこないかな。やめとこうか。チキっていいかな。いや入れよう。うわこれは回復される。あれはね回復される時のあれだよ。だからここは島にはいかない。回復しないでお願い。よし、やべ死にそう。あいつフリ属性だからな。水道橋オールが死ぬわお前。それはオールが死ぬわ。よいしょ。さてどうしよっかな。高槻のスキル使うか。まあワンチャン勝てそう。ただこいつが回復されると自利品に強回復するだろう。行動不能。これでさスキル結晶取ろうよ。オールって結構スピードあるんだな。これ死ぬんじゃね次の木島で。あーエトの方行ったか。あの高槻の方行っちゃったんだな。壁訳される。向こうの壁ぶつかって高槻は死ぬ。おいいぞ。これ攻撃不能一旦つけるってことはまたあれスキル結晶残ってないか。まあいいや。多分次が 1000% ダメージじゃないかな。それ打てなかったらもう普通にフクロウのスキル打つわ。800。はい行動不能。あと2ターンで決着つけたいんだけどそれ無理かな。多分これまた回復されるよね。ドン。あれしてこない。こいつ謎行動多いな。 HP 減ったら俺は全部回復してくるもんかと思ったけどそういうわけでもなさそう。いいぞ。ここで倒したい。ここで倒したい。2回当てれば俺勝ちみたいなとこあるからな、まあ、バックアタックの 1.2 倍で 1.3 だっけ 1.2 か忘れたけど死ね。クイーンキャーソンいいですね。ちょっとオール君輝いたね。はいもう木島終わり。まあ、やっぱ最後はちょっとオールでとどめさせたいからあれだね。お前ちょっとそこで立て勘しとけ。せっかくオール連れてきたんだから最後はオールに決めさせてやってくれ。よしいいね。やっぱあれだね、ちょっと勝負の分け目はあの行動不能を付与するスキルだね。というわけで長い試合のお前いたのかって感じだわ。長い試合になったけど今回は高槻オール、で終焉の袋を使ってJルイベやってきました。まあこれからもイベントでオールはちょこちょこ使ってやっていこうかと思うんで、またね見てください。ではお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。どうも、こんばんは。今回はちょっとサブアカで申し訳ないんですけど、実装されました救済ステップアップガシャを引いていきたいと思います。すいません、メインの方はちょっと翡翠石を使うわけにはいかないので今650万ダウンロード記念ガシャですね。多分600万でリセマラした人が650万まで持っていったのかなと思うんですけど、
最初の3回が石30個で、次の3回が石40、次の3回が石50 で最後の10回目が石30なのかな。そうだった、もし違うかったら申し訳ないんですけど、今回103個あるんで、とりあえず3回を回そうと思います。でこのガシャの得なとこっていうのは10個、いわゆる10連なんですけど、それがいつもの6連分の石でできるっていう、そこですね、まず大きいのは。しかも、石が上がっていく、消費する石が上がっていくって言っても結局40、50だから、まあ、あのプラマイゼロになるのは、50になってからだと思います。そして10回目に必ず確定で UR が出るっていうこと、それは本当にでかい、救済ですね、いわゆる。まあソシャゲっていうのは、ソシャゲのガチャっていうのは確率なんで、まあ本当に何万、もう5万だろうが10万だろうが課金して引いても当たらない人は本当に当たらない。でもこういうガチャがあればね、確実に当てることができるんで、とりあえず UR が1枚欲しいよっていうね人には、とても助けになるガチャじゃないんでしょうか。じゃあとりあえず今回は初回ということで、僕もねメインの方で引くわけにはいかないんで、とりあえず3回引きたいと思います。まあ全部 SR だろうが SSR だろうが UR が出ようが出まいが金地券にはなると思うんで、ね、本当に得だと思いますよ。さあ1回目、はい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 、金、はいはい、 SR ね、捜査官の SR、 SR じゃない SSR か。まあ氷さん、あー氷じゃなくてゴーリーだったね、ちょっと惜しいねゴリラ。あちょっと待って、もうちょっとこっちの俺のサブアーク iPhone5S の方に入れてるんですけど、若干動きが重い。はい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 、さあ何の SR かな。お3枚歌さんからの、おお等価持ってなかったんだな。あれだね、白髪の騎士金木ね、昔めっちゃ欲しかったの覚えてるわ。何これ1回戻んのこれ、 OK 押すと。さあラスト、はい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 、まあ UR はそう出ないよね。まあ10回目いくと確定だから。ああ10日か、というわけで今回はステップアップガシャでした。まあ全部金チケかな今のところ俺のボックスで言うと。というわけでね、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。